独自のスタンプ、提供しております東方美人茶という台湾茶を使いましたスパークリングティーです。東方美人茶という台湾茶葉 12g に45度のお湯です。常温のまま約10分ごとに一度返し、このまま常温で30分放置します。そしてその後に氷の中に入れます。そしてこの後18時間後、色と香り、味が出たお茶です。こちらをこします。このように45度で、お茶の茶葉30分常温放置して、後に氷につけることによって嫌な苦味であったり渋みというものは出ない、よりクリアなお茶になります。そしてこのお茶に専用容器で持って二酸化炭素を注入します。こちらを専用の、左前かオリジナルラベルに詰めて、ゲストの前でサーブします。茶はシャンパーニュウーロン茶という別名もあるくらい、シャンパーニュのような、香りのある華やかなお茶です。このお茶に合わせますお料理は、香ばしさのあるカニの春巻きなどです。東方美人茶の持つ華やかな香りやエレガントな苦味が、カニとそして香ばしい春巻きの香りと相性抜群です。続きまして、トリュフを使いました、白茶になります。
こちらは、雲南省の塩茶です。こちらに、同じく中国雲南省のトリュフを削ります。こちらに90度のお湯を注ぎます。一度急須に入れることによって温度が下がって90度になります。白茶の持つ干し草のような香りと雲南トリュフの土の香りがとてもよく合います。こちらに合わせますお料理は前菜の軽やかなお料理です。サゼンカでは白キクラゲとクラゲのお料理に合わせています。中国の雲南省の白茶とトリュフ、白キクラゲという同じ産地の食材が調和いたします。続きまして、台湾の文山報酬を使いました、昆布茶を紹介したいと思います。まずこちらが台湾の、文山報酬茶ですね。こちらを急須に入れます。こちらが、鳥の形に切り抜いた昆布です。分散放置茶を入れ、昆布の中に注ぎます。少し時間がかかるので、すみません。台湾のすっきりとした雲南報酬茶の味と香り、昆布の旨みが調和します。こちらに合わせるお料理は豆腐を布状にして、細く切ったもの、そちらに、雪菜という中国の漬物で和えた前菜です。豆腐と昆布の組み合わせは日本伝統の湯豆腐というお料理がありまして、その組み合わせから発想を得ました。
続きましてお魚に合わせるお茶ですが、太平効果という非常に長い茶葉を使います。こちらの茶葉の特性を生かすために細長いグラスを用意します。こちらも緑茶ですので少し温度を下げます。温度は90度ですね。